Hey guys! まきりチャンネル、今日もポチッとありがとうございます。ということで本日の動画は、皆さん、他人の子供って注意できますか？まあ、っていうのをテーマにしながら、今洗濯物が終わったので干していきたいと思います。外で着る T シャツはなんかシワになっちゃうからね、こう乾燥機に入れる前に干すんですけど、まあみんな一緒ですよね。この探す作業がちょっとやや濃いんだけど、旦那氏自分でネット入れてる。えらくない？このネット可愛くない？見て、カービィなの。もう見えないところも全部ね、好きなもので溢れさせたい。知り合いのさ、子供と、まあ、お母さんとご飯に行くことがあったのよ。で、ただのレストランとかフードコートではなくて、赤ちゃんとか本当に0歳ぐらいのバブちゃんから2、3歳ぐらいの子たちが多いレストランに行ったんですよ。そこで食事をね、楽しんだり会話を楽しんだりさ、してきたんだけど、まあ子供だからさ、やっぱじっとしてらんないわけよね。まあ、それは当たり前よね。その子はね、何歳なんだろうな、もうちょっと走り回れるぐらい、歩き回れるぐらいの子なんだけど、もうね、歩き回って違うところのお客さんのおもちゃを持ってきちゃったりとかもするのよね。で、私の立場からしたら何も言えないのよ。お母さんいるからね。その子ともなんか頻繁に会ってる仲良しな子とかではない、仲良しな子っていうか頻繁に会ってるような関係ではない。その子供は初めて会ったの、私、子供とね。だけど、注意の仕方が緩いんだよね。ダメだよみたいな言うんだけど、でもやるのよ、結果やるのよ。だからなんか見ててなんかすごい気まずくすぎて、まあそれが第一、そのものを取ってきちゃうっていうのと、あとはね、他の空いてる席のなんか物とかを持って私にこう投げてくるみたいな感じをね、結構してきたんだけど、私もさ、子供だからそんなめちゃくちゃさ暴力振ってくるわけじゃないし、こう投げてくるから危ないよってキャッチして戻すっていうのをしてたんだけどさ、何回もやられたらさ、さすがにイラッとするわけ。私そんなに子供めちゃくちゃ好きってわけじゃないから、なんか 1、2 回以上されたら一旦切るのかな、ちょっとイラッとしちゃって。でも友達もダメだよみたいな、一応言うの、注意してないかって言ったら言ってるんだけど、緩いのよ。なんかなんだろうな、そういうもんなのかな、なんかこっちの立場としてはダメでしょって言いたい気持ちがあったけど、気持ちがあったけど、そんなになんか子供に言っていいのかどうか分かんなくて、逆の立場だったらどうなんだろうとも思うんやけど、でも逆の立場で考えたら私結構怒ると思うのよ、多分。分かんない、本当に子供が生まれたら子供にベタ惚れすぎて、なんか周りが見えなくなっちゃう人になりたくないなと思って、自分自身の戒めのためにも動画をこうね上げたいなと思ってるんですけど、あとは自分カバンにおぱんちゅうさぎのなんかプニプニみたいなスクイーズみたいなファンの人からいただいて、それをつけたので、もあまりにもこうわちゃわちゃ移動したりとかするから、その子にこれプニプニかわいいよって見せてあげたら、まあ気に入ってくれて、こうニキニキしたのね、ニキニキしたはいいけど、なんかもう引きちぎろうとすごいするわけね。だからダメダメ、痛い痛いだよってゆるは言ってるんだけど、心の中ではやめろおいって言いたくなるところ、ダメだよニキニキ痛いよ、それ以上したら痛いよって言うんだけど、なんかね言えないのよ。友達っていうか、そのお母さんも緩いんだよね、注意が。だから親にもぶっちゃけイライラしちゃって、いやあんたが注意しなかったら誰が注意できんねんみたいな思っちゃったんだよね。だから多分今後私はその子との関係性がうわ終わったなって思ってしまったんやけど、なんかそのそういうことで多分、あ、このお母さんとはもう合わないなとか、育児の仕方によって合わない、合う、合わないっていうのがあるのかもしれないと初めて感じたんですよ。だから自分自身もう365日本当に24時間下手したり一緒にいるわけじゃないですか、子供と。だからさ、もう毎回さ、あれあれって言ってたらさ疲れてくるから、友達する時はそういうの言わないっていうのかもしれないけど、それ一部分だけしか聞い取ってないから、私も悪かったなって、悪かったなっていうか、まあこれから気をつけようって自分でも思うんですけど、いやーちょっとね、子供の教育の仕方とか注意の緩さとかで、私は厳しいお母さんとかの方が合うのかなって思っちゃった。まあ厳しすぎてもダメですけど、そのある程度の、例えば本当に私がその感じたの、人のおもちゃを取ってきちゃう、テーブルに乗っちゃうものを投げる、
引きちぎろうとするとかいう、そういうなんかちょっと、度が過ぎたって子供だからさ、難しいんだけど、ダメなことはダメってさせないように、注意しないとダメなんじゃないかなって、今のね、この、ま、生まれてないからわかんないけど、で、プラス子供苦手だから、それぐらいいいじゃないって、それぐらいも子供なんて当たり前よっていうお母さんもしかしたらいらっしゃると思うし、そういう意見があったら、あ、そうなんかなって思う。今は自分の意見しかね、持ってないから。そう、だからそんなこと思っちゃったんですよ。まあ、どういう子供が生まれるかまだわかんないからね、どうも言えないんだけど、なんかいろんな人と会ったり、いろんな話を聞いたりして、あ、自分はこういう子育てがしたいな、自分はこういう子に育ってほしいなっていうのを思いました。うん、とりあえず私は他人の子供は怒れない、他人の子供を注意する力はないなって思っちゃった。時々いるじゃん、ちゃんと怒れる他人の赤ちゃんにも友達にも怒れるお母さんって、私は言えないから、ちょっとこれからこういう関係とかママ友作るときに、そういう自分の子供ちゃんとダメなことはしっかりダメさせないっていうお母さんだと結構気が合うし過ごしやすいんじゃないかなって思ったんだけど、皆さんの身の回りの方とかはどうでしょうか。自分自身も今改めて、もし子供がね生まれて、で0歳とか1歳はあるかもだけど、 2,3 歳になってね、ある程度歩き回った時にちゃんと一緒にいる方を不快にさせないようなのもちょっと意識できたら、まあ余裕ないかもしれないけど意識できたら、相手の方も気持ちがいいと思うし、協力するしてほしいことに多分本当に心から協力してくださると思うんですよ。だってね、しつけもなってないこんな子供のさ面倒とかさ、お手伝いするよりかはさ、あ、いい子だな、可愛いなと思ってくれるセルフの方がさ、大切にしたいとか、お世話、ね、お手伝いしてあげたいって思ってくれるかもしれないから、自分のために帰ってくると思って、そういう人に迷惑をかけない子供に育てられたらいいなと、そんな余裕ないかもしれないけど改めて思いました。将来のゆり、頑張れはい、そんなこんなで今日の動画はこちらで終わりたいと思います。ということで皆さん、今日も動画見てくださってありがとうございました。本当に皆さんがいろんなね動画見てくださって、毎回コメントしてくださったり、すっげー嬉しいです。本当にありがとうございます。再生回数が少ないって未だになんないしさ、これ再生回数少ないってとかさ言われるんだけど、もう見てくれるだけで本当嬉しいし、コメントを残してくださるめちゃめちゃ嬉しいです。よかったらインスタグラム、ツイッターもやってるのでフォローしてくださると嬉しいです。では皆さん、また次の動画でお会いできるとめちゃくちゃ嬉しいです。ではバイバーイ。